フランシスク・デュレは、フランスの彫刻家である。パリで彫刻家のフランソワ・ジョゼフ・デュレの息子に生まれた。父親や、フランソワ・ジョゼフ・ボージュオから彫刻を学んだ。美術史屋のシャルル・ブランによれば、デュレは彫刻家になる前に、しばらく舞台俳優を目指したとされ、その時学んだ、パントマイムなどの技術が、彫刻作品のポーズの意味を持たせることに役立ったとしている。1823年に、 オーギュスト・デュモンと彫刻部門のローマ賞を受賞し、翌年、在ローマ・フランスアカデミーに留学した。ローマには1828年まで滞在した。1831年に新古典主義のイタリアの彫刻家、アントニオ・カノーバの作品に影響を受けた作品、マーキュア・インベンテント・ラライアで展覧会で金賞を受賞し、1833年の作品。 ジュンヌ・ペイシュア・ダンサン・ナ・ターロン・テーラ、タランテラを踊るナポリの少年は代表作となった。1852年から1863年までパリのエコール・デ・ボザールの教授を務め多くの彫刻家を育てた。デュレに学んだ学生にはジャン・バティスト・カルポーやジュール・ダルーラがいた。ありがとうございます。